ダダンカズオ、カズオ、ダンカズオ。を、1912年、明治45年2月3日から1976年、昭和51年1月2日は、日本の小説家、作詞家。私、小説や歴史小説、料理の本などで知られる。最後のブライフ派作家、文史とも言われた。また、最有機の日本語小役もある、東京創原者ほか、代表作は、 律子夫人の没後に描いた、律子その愛、律子その死、時代娯楽作品も人気があり、新説、石川五右衛門、1950年、第24回、直木賞受賞、夕日と拳銃など、また20年以上にわたり、書き継がれ、ライフワークとなった、遺作、家宅の人、1986年、東映で、伊不定のプロデューサーの高岩嵐の企画、深作金次監督、 尾形た主演により、映画化など。女優のダン・フミは長女。エッセイストのダンタロウは長男。タロウと同じくエッセイストのダンハルコは、タロウの夫人。妹に、左翼活動家で、イラストレーターのダン・スミがいる。作家の嵐山光三郎と嵐山が、編集者時代から信仰が扱った。山梨県南鶴郡、谷村町、現在の鶴志下屋に。 図案の技師として、県立工業試験場に勤めていた父、サブを母、富の長男として生まれる。段下は、本籍地が、福岡県山和郡、桶橋村、柳川市で、柳川藩の不信法を務めた家柄であった。父の三郎は、山梨県立工業学校の図画教員で、繊維工業試験場の食卓も兼ねていた。1914年、大正3年。 父が退職したため福岡へ戻る。翌1915年、大正4年、三郎のが行修行のため上京して、谷中に住むが、生活が困窮し、翌年には再び帰郷し、母と実の実家である久留米に住む。栃木県足利の尋常高等小学校に通うが、1924年、大正13年には、両親が離婚する。この年には、 栃木県立足利中学校へ進学。1928年、昭和3年には、福岡高等学校門科おつるへ入学。この頃には、同人誌を制作して、小説や誌を発表しており、社会主義読書会へも参加して、定額処分を受けた。1932年、昭和7年、東京帝国大学経済学部に入学。1933年、 昭和八年、同人し、新人を創刊し、諸女作、この家の性格を発表、滝井耕作や林房さらの賞賛を受け、尾崎和夫を紹介される。同年、太宰治、伊ぶ瀬ますの地遇を得、死と仰いだ、佐藤春夫とも知る。この年には十一年ぶりに、母と身と再会している。百三十四年、昭和九年、古谷綱武と同人し、 番を創刊するが2号で配刊。太宰治む、中原中也、森敦志らと、青い花を創刊。翌年、日本土マン派に交流する。1936年、昭和11年、夕張固定塾景観が、第2回、芥川賞候補となる。文芸春秋に、出世作、花形たを発表。1937年、昭和12年、 日中戦争の勃発により招集を受け、久留米独立三砲兵第三連隊入隊、大陸へ出生。1940年、昭和15年に、軍務終了なるも帰国せず、そのまま満州を旅する。1941年、昭和16年、母の勧めで、福岡の開業医の娘、高橋律子と婚約し、翌年に結婚。1943年、 昭和18年に長男太郎が誕生する。1944年、昭和19年には陸軍報道班員として再び大陸へ渡る。この間、律子は長結核に罹患。翌年に帰国した数は献身的な看病を行ったが、律子は1946年、昭和21年に死去。同年、児童文学者、与田純一の紹介で、 福岡県瀬田課長の静岡の娘山田よそこと再婚し、上京後は釈辞に今日構える。1948年、昭和23年に、太宰が自殺した後は、坂口安吾とも交流を持つ。1950年、昭和25年、繊細である律子を描いた連作、律子、その愛、律子、その死にて分断に復帰。1951年、 昭和26年、長婚家、新説、石川五右衛門の2作にて、直木賞を受賞。旦は、舞台女優入江ンズと愛人関係にあった。入江は、釈寺医の自宅にしばしば出入りしていたが、1956年、昭和31年、青森県蟹田町の太宰治文学非除幕式に、同行した際に、男女の関係となり、 そのまま山の上ホテルで同棲を始めた。入江京子との生活そして破局を描いたのが代表作、家宅の人である。1961年、昭和36年、家宅の人の最初の一編である、美少が文芸し、慎重に発表され、その後連作として各紙に発表された。しかし以後執筆は、父として進まず一旦中断した。 1968年1月より1974年3月20号まで期間分芸しポリタイヤを編集発行した。この実質的なスポンサーは瀬古正孝、参議院議員近畿大学総長麻生両方衆議院議員であった。1970年昭和45年11月より1972年 昭和47年2月までポルトガルのサンタクルス、リスボン近郊のの中にある漁村に滞在。1974年、昭和49年、福岡市のこの島に自宅を購入し転居、月壺堂、月子堂と名付けた。1975年、昭和50年に眉美は悪性肺がんのため、九州大学医学部附属病院に入院。家宅の再開し、病床で、 最終章、キリギリスを、工術筆記にて完成させ、遺作となった。1976年、昭和51年1月2日に死去した。去年63、死後、家宅の人で、昭和51年度読売文学賞を追贈された。改名は、農学院伝覧林、玄遊ぶ子児。1977年、昭和52年、終わりの重家となった、のこの塔に、 文学碑が建てられ、その文面には、壇の辞世の句となった、もがり、宮を行くよもがらせ花にあわんと刻まれ、毎年5月の第3日曜日には壇をしのぶ、花、愛機がこの石踏みの前で行われている。また、壇の墓は、故郷、柳川の復元寺に建てられている。1991年、平成3年から1992年、平成4年に、 ダンカズオ全集、全8巻別巻、注釈者、実質は作品集が刊行された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。